もう入ってますか。おはようございます。逆のこっちはゴッドイーター、どっちがいいかな。リゼロの隣かこっちか、どっちか。後ろすいません。22階出てるでしょ。あーこっちダメだな、これダメダメよ、ダメダメだな。こっち行きましょう。あの素敵履歴狙いっつって昔あったんですけど、粒がまあいい方にするわとりあえず。よし、ここで行こう。おはようございます。沖光改造プロジェクトガチプレイヤーへの道始まりましたよ。私北斗無双第4章という題からスタートさせていただきます。実はこの題、他の番組でねちょっと打ちまして、ちょっと辛くってさ、散々文句言って終わったんですよ。カス1回引いて、その他の番組で打った時はもう二度と打たないみたいに言いましたけれどもね。これなんで俺がこの台を選んだかっていうとですね、実際僕が選んだわけじゃないんですよ。実は俺は昨日の夜ね、明日もリゼロドスかみたいなことを遠回…ポテンシャルがすごいなこれ。どうしたこれ。あ、一応保留変化したんでちょっと待ってみましょう。これ結構ギジさん行きますよこの保留。いやもう別にいいんだよこれ。はい、11回転目朝一。まあ弱いか。ちょっと分かんないっす正直。時が来たらハイチャンスとかそんなんじゃなかったっけ。お、どう、これある。あー、ないか。おー、これがね結構ね好きな演出なのよ。これが、まあ、これは外れるとして、数字がブワーッとなってるからさ面白いんだよねビジュアル的に。はい、あのそんなことはどうでもよくてですね、リゼロどうすかみたいなことを露骨にではなくさりげなく聞いたわけ。したらさ、ササディの顔が露骨に曇ったんだよね。お前まだ打つ気なみたいな、あの 言われてないよ、言われてないけどそういう風に俺は感じたわけ、自称 HSP の僕は。で一応誘い水として、あれですか、寝台の北斗とか刑事とかって入ってんしたっけなんつってさらっと聞いたら、あ、北斗ありますよ北斗みたいな食い気味に言われて、この人北斗欲してるんだと思って、散々俺この台打って初打ちで文句たらったら言ってもう二度と打ちませんぐらいまで言い切っちゃった台なんで、若干気は引けてんだよね正直。ここに座ってこうやってカメラに撮られてるっていうのは、要は自分の半径5メートル以内が笑顔なら僕は何だっていいんですよ人生。そういうことでカスタム入れるかい。なんかあのね、先バレ的なのはないんすよ。オートボタンで先読みカスタム、先読みカスタムいっちゃいます。保留バイブカスタムはこれ保留3以上なんだよね。はい、プレミアアップカスタム、この国王爆心堂っていうのもね、なんか正直よくわかんない。あれ、ちょっといいな、ちょっといいよこれ。あれ、9900なんかいかなかったよこれね。ちょっとだけいいよ、うん。もうでも、おお、奥義発動、うそ、あれ、金来た、
これ当たる可能性あります。これ当たる可能性あります。はい、いやこれ言っとこうぜ。いや、お、これ絶対当たるやつじゃん。違う？激切れ案件だよ、これで外したら。お出しします、よいしょ。やったうわいやー、打ってみるもんだね、打ってみるもんだね25回転すげえ音だな、おい。いや、どうせなら金色行ってほしいけどね。お、本当に行ったよしよし、まだお早いもんじゃないけど、やりました。使い1500円、25回転目。この番組このパターン多くね、マジで。朝速攻で当たるってやつさ、やりましたね。もう一発目ショックいきなり来たよ。これもう当たるんすよね。なんかショックになると当たるっていうのは後ろの台で僕は知ったんで、自分の台ではこのラッシュ初なんでね。どうしたどうした、昨日から沖さん、これすごかことよこれ。3回転、ただこれね、はえんだマジ。下手したらリゼロより速いんだよね。ほら70何パーかなんか、ショック、ごめん。よし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 、当たった、よし、よいしょ。なんでこの台が苦手かみたいなことを話そうと思ってたんだけど、全然大丈夫だわ、今んとこ。まあとにかくね、最近のパチンコのトレンドというか、それに乗っ取った形で消化も早いし出玉も早いし、まあ、すごい台ですよ、すごい台。ただね、なん これがね、ショックになったら多分当たるんですけど、こうやってバン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 こう脳内でこう処理する前に終わっちゃうからさ、ショックがバンバンなんか楽しめないんだよね。よいしょ。 ST がさ、速攻で終わるわみたいなあるじゃない。その中でも特に何も起こらないというか、ショックが3つバーンと来たらもうはい当たりみたいな感じでさ、これが果たして面白いのかって言われたらちょっと現状は疑問ですが、気持ちはいいです。はい、出玉が出てるっていう意味で気持ちがすごくいいですね。ラッシュは70分の1だそうです。おいしょ、おい、今ショック保留来てたね。なんか6000発とか出てる朝一、ありがたし。早い回転数で来てくれるからすごく安心感がある。おいしょ、ダメ。お、赤、ラッキー、ラッキーなんだけど。お、あ、来た、これ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 、これ3000発じゃなかったっけ。そうだよね、よいしょ、3000。めちゃくちゃ気持ちいい、めちゃくちゃ気持ちいい3000。うわ、バイブってるバイブってる。うわー、これ落ちろよ。ほらほらほら、煽ってる煽ってる煽ってる。うわっしゃーんと、あー、ダメだね。なるほど、さあ来い。残念ながら4500は、はい、ちょっとゲットできませんでしたけれども、相当なもんじゃないですかこれ。1万発いってねえじゃん、9915発だって。このラッシュがね、果たして面白いのかという、気持ちいいんだけど。おお、
びっくりした、気持ちいいんだけど、お、なんかすごいすごいすごい、究極ボーナスが連チャンしました。おいしょー、あおるねー、あおるねー、これはすごいな、朝いきなり1万発オーバーでございます。チャンス告知チャレンジ中でございます。だいたい 30% ぐらいだそうですよ、連チャン期待度というか。ダメ、おっ、来た来た、よし、やりましたやりましたやりました、一発来ましたね。6000いっていいんじゃない、もう一回ラスト煽り来るだろう、ここ、あーい、ダメ、あー4500で終わりました十分だけどね。いやーすごいね、究極3000の後4500っていうのがここに書かれております、8連でございますこちら。いやどうなんこれ、1回止める、50で1回50で止めようか、おいおい、ダメ、ちょっと落ち着こう、ちょっと落ち着こう、沖さん行っちゃおう、行っちゃおう行っちゃおう、1回行こう、究極4500の後は残り20、ああここの保留がもう今点滅してたのに終わった、早いね、1万4000発ですか、すごかったけどさ、実際どう思います、皆さんこの台の SDSD の話、1万3000発ぐらい一撃で一瞬で出しといて、言うのもなんだけど、なんとも言えません正直、これがもしエヴァでさ、今こっちの方のこっちのエヴァで朝一1万3000発一撃で出たぜっつったら、多分もうちょい時間もかかるだろうし、もっとこう高揚してると思うんだよね。確かにあの究極3000とか究極4500引いた時はむちゃくちゃ気持ちいいです。普通の当たりの時がな、何とも言えないんだよな、ちょっと保留だよね本当に、この台の評価というかね、別に俺に評価されたくないだろうけど、狐につままれた感じですよ。今日はね、もう体調がすこぶる良くないんで、その理由は何でか知ってますか皆さん、はい、見ましたね、究極のアイムジャグラーバトルビッグ46回で閉店1分前まで打ちました、22時44分まで打ち切ってね、いやーすごい心地いい疲れに包まれて、沢さんとご飯食べてホテル戻ったんだけど、本当年がいもなく言うけど興奮して寝れなかったんだよ俺、3時ぐらいまで冗談抜きで、 IMJ であんなに出したの俺初めてだしさ、3時ぐらいまで寝れなかったな。そういう意味で体調はいまいち良くないんですけれども、大のご機嫌はマックス最高ということで、はい、頑張ろう。もうね、98% の期待度があるっていうギアクラッシュっていうんですか、確かにね、近くの台で鳴った時は気持ちよさそうだなと思ったけど、信頼度 98% あるねってことはもうそれが来なかったらほぼほぼ捨てゲームっていう、アマデジだったら面白いのかもしれないけど、320分の1の台でね、それはないのかなと。いやー回転が早い早い、海物語に匹敵するぐらい早いですわ本当に。さあ皆さん、 ST 終了後200回転超えましたんで、ルーレットオークのお時間でございます。出玉で1万発以上出して数十分後にルーレットオークって、出玉で見せてトークで見せるって、どんだけ贅沢な番組なんすか、本当にもう嫌になっちゃうな、絶対喋りたくないもん、疲
れて。ルーレットオークのお題がですね、ちょっと少なくなってるでしょう。これには理由がございまして、皆様のご協力によりルーレットに入りきらないぐらいになっちゃったんで、ある程度旬な話題をですね優先してここに5、6個置いて、それについて話すっていう風に、しました。今回は次回以降は分かりませんけどね。はい、ということでいきますよ。ポチドーンと。バイク、はい、バイクの話でございます。実は私こう見えて中型免許を持っております。確か17歳で原付免許を取って、それね、高校の時なんですよ。一応僕アルバイトとかしてましたんで、バイクを買いました。僕が15、6、7ぐらいの時はスクーター全盛時代でさ、ヤマハパッソルとかさ、ジョグとかさ、アラフィフ世代はもう絶対知ってる、そういったスクーターが全盛時代でね。で僕が買ったのが実はスクーターじゃないんです、はい、ホンダの MB50 っていう、いわゆるスポーツバイクというか、こういうねバイクの形をしたバイクを買ったんですね。親にも内緒で買ったんですよね、正直。したらさ、バレるよねそれは。バイクの免許勝手に取ってバイクに乗ってると。そんな学校でもダメなんだから、高速でダメって言われてんだから、マジでダメだっつってちょっと隠されたみたいな感じで、はい、でまあ高校卒業する直前ぐらいだったら、まあもういいよみたいな感じで乗って、京都大原三千院なんてこと申しますけれども、あの辺の山道をですね、走ったり、琵琶湖一周したことありますね、 50cc の MB で、 MB50 で、はい、そういった経緯があり、20歳ぐらいになってからかな、やっぱ乗りたいなバイクにっていうことになって、中型免許を取って買ったのがもう伝説の、今やもう知ってる方もいるかもしれませんけれども、新大橋通りの青い彗星と言われたホンダ VT250F でございます。で僕当時江東区の西大島ってところに住んでて、新大橋通りという結構長いね直線の道を通るんですよ。このバイク何キロぐらい出んのかなって、ちょっと試してみたいなと思って、でも誰もいないような状況で、そしたらさ、新大橋通りのねちょっとした橋が、勾配がこうちょっと上がってるところがあってさ、ほんのちょっとだよ。で俺ビューって行ったから、ビューって飛んじゃって、うわーって、まあ大怪我、あのこけてはないんだけど、あれは死ぬ思いしたね。それが新大橋通りの青い彗星か異名になったわけですよ、はい、いつか機会があればもう一回ぐらいバイク乗ってみたいなと思っております。はい、あのツーリングとか行ったらね楽しいかもしれませんのでね、これちょっとだけチャンスです。これもちょっとチャンスです。お、これね結構暑いっすよ、ほらこれ当たった時と近いよ、ほら9696黒黒9696まで行ったよ、ほら来たチャンス、なくはな、あ弱いか、はい、ちょっとリーチ自体は弱いんで、まあダメかもしれませんが、 20% ぐらいあるんじゃね、なんか、いやー弱いな、青じゃ全然弱いんだよ、なるほどね、これはダメだ、ただしワンチャンある、おい、まあダメだね、はい。これがいまいち分かんないのが、先読みをチャンスにしてるじゃない、でも先読み出ないんだよ、ああいう演出の時に、
そのバランスがねこの台のよく分かんないところで、うん、保留変化は多分熱いと思うんだけど保留変化ないんだよね、ああいう演出が来るときに。それはどうなのっていうのがちょっとございますわな、うん、ちょっとまま持ちましたが、出玉的にはですね2、4、6箱2箱近く飲まれておりますんで。おうおお金保留です。えこれ絶対当たるやつじゃん。だって先読みチャンスカスタムやってますからね。ビビったうい、さすがに当たんべこれ。ギリさんかな次が。はい、いやさすがに当たんべよ。おい、はいはい、あ奥義発動ありがとう。奥義発動です。っていうかレインボー、金金金金金、谷でも金、ママでも金。あれいやいやいや頼むよ、いやいや頼むよ。えやばくねこれ、大丈夫だよね、大丈夫だよね。よしちょっと焦った。はい、こっからだよ、死んで金。うわー出たー、まだ分かんないけど、とりあえず初当たりを大ハマりする前にゲットできたということでラッキー。保留重視にしています。うい、この台ですね、なんと時短中右打ち中は初当たり確率が320分の1から約280分の1に上がってるらしいですよね。そう考えるとなんかちょっと引けるんじゃないか的なさ、イメージも若干モチベーションは上がりますが、これね ST 中と一緒であっという間に何も起こらず終わるんで、本当注意してくださいね。ショックが来たら当たりです。ノーカットでもいいぐらい早く終わるんで、うわどうなんこれ。一応保留重視カスタムしてるんで、保留が変わんない限りもうちょっと多分ダメなんだわこれ。 28% でも引けねえか。トータルするとなんか 70% とかの、はい終わりました。ほらねむちゃくちゃ早いでしょ。なんか正直引き戻す気はしないんだよね。ちょっとメリハリ効きすぎてないか。そういうことじゃないんじゃない。なんかレバークラッシュ予告が信頼度 98% とかさ、いきなり金保留とかさ、なんか微妙じゃね。やっぱ演出バランスというかさ、まあ、好きな人は好きなんでしょうけどね。この辺で予告封印がこう来てたら、そうそういうことっすよね。やっぱねこれも別にあの先読みじゃないんで、単なる疑似連だと思う。ん
何気にね赤ゼリフはそれなりにチャンスだと思うんだよな。いやー赤か。ただこれロゴが必ず、お、奥義です。ただね究極奥義じゃないんで、ああこういうことね。なんかね、お、赤いよ。ロゴ揺れからの赤。でも金でガセってるぐらいだからね、頼む。いきます。お、レインボーだ。やった。どですかでん、どですかでん、きた。やった、出た。もう絶対当たんないって思ってた。223回転でございます。死んでお願い、死んでお願い、死んで。よしよし、うん、今日はいける、今日はいける。初当たり3回目。今のが多分プレミアムカスタムを入れてるからレインボーが出てくれたみたいな感じかもしれないですね。これは何のカスタムがいいのかね、まあ、ノーマルにしてますが、とりあえず50回転ぐらいまでは普通に打とうか。あー怖い、もう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 怖い。よし、あぶねー、当たってくれた。え、右打ちしてるよ俺、びっくりさせないでよ。これが1500から、あー1500ね、はい、 OK。 次は3000行こうな、次は3000行こうな。もう怖くなってきてる。怖い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 、あー怖い怖い。ちょっと話す、ちょっと話します。はい、あ、また話した瞬間に完璧じゃん。何このタイミング。いや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 、あ、出た、リスタートか。今のがリスタートってやつか。なるほどね。この S、 もうこの ST 中に3001回は怖い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 、もう怖い怖いから話してます、話してます。あ、今んとこ2連だよね。あ、そっか、リスタートがあるから3連か一応。おーい、もうおいっと、もうほい、これな、なんか音鳴ったのはあれもう終わりっていうことか。カッシャンカッシャンカッシャン、2000発チョイスね。早すぎない？みんなこれ、この台の ST なんか逃げ切んないな。リスタート終わりか。300回転超えましたんでルーレットオークのお時間でございます。よしですか、はい、さあ何が来るでしょうか。車バイクの次は車でございます。車、私青い宝石に今乗っておりますね、はい、レクサス RX という、はい、車に乗っております。白夜書房というね出版社を辞めて一応フリーの編集ライターになった時にですね車を買いました。その1台目が日産キューブ中古車ね、2年か3年乗って、その後マツダデミオ乗りました、はい、日産キューブもマツダデミオもいわゆるこう初代のやつです。でその後
3回目の結婚をしている途中で車を買い替えました。それが日産エクストレイル、はい、で先に値段だけ言っときますと、日産キューブ一発目が込み込み100万円、マツダデミオも込み込み100万円で、エクストレイルがここでねびっくりすることに350万円ぐらいしたんだよね、それが、はい、で当時僕そんなお金なかったんですけど、3番目の奥さんが買っちゃいましてね、はい、正直僕の知らないとこで買っちゃいまして、それをね結構長く乗ってたのよ。でその後にライターバブルが来たわけですよ、はい、ライターバブルがレクサスの NX という、はい、車に買い替えました。その値段が込み込みで700万ぐらいだったかな当時で。でそれをおっとちょっとだけチャンス、ちょっと待ってね、演出成功で成功で演説継続、はいはい。でそれの後に3年4年ぐらい乗った後に今のレクサス RX と、全部込み込みで、おこれいいとこで今値段言おうとしたんだけど、カスタムオール全部切ってますんで、ちょっとチャンスなんじゃないこれ。いや弱いね、ほい。お値段が990万、1000万円はいきませんでした。レクサスの RX なんで選んだかっていうと、ズバリ一目惚れです。もう顔があまりにもかっこよくて、ね、はい、ということでただいまのお題、車というねトークのお題をいただいたのはラジオネームミッチェルさん、そして先ほどのトークのお題バイクというのをねいただいたのがピオカーメロさん、ありがとうございます。ちなみにですね、僕から逆に逆指名しておきます。どなたかギターというトークのお題をコメントにください。最初から入れろってことなんだけど、それは一応ルールなんでね、ギターというお題を書いていただければ即採用させていただきます、はい、以上ルーレットクロックコーナーでした。ありがとうございました。っていうかね、朝からずっと打ってて奇数テンパイ1回だけなんだよね。3が1回テンパったんだけど、安いリーチで。じゃあもう奇数なくていいじゃん、もう図柄1種類でいいじゃん。本当にこの台に先バレ的なのがあってね、 40% ぐらいの期待度みたいなさ、リゼロみたいになってたら俺結構打ってもいいかなって思うけどな。もうせっかく1万発以上浮いてたのに。久しぶりの議事さん金、もう金でお願いしますよ。先読み何にも来ないんだよ。それで弱すぎんだろこれ、はいはい。いや別にこの演出が外れるのはいいんだけど、これが来るんなら先読みカスタムしてんだから、ちょっとした保留変化あってもいいんじゃないですかっていうことは僕は言いたいわけじゃなきゃ、その先読みチャンスっていうカスタムを入れた意味がないじゃない。よっぽど期待度高くなってんだろうね、あの先読みとかを入れると。いきなりポコンって金保留が出たりするわけだからね、先読みで。結局何にも来なかったわ、うん、はいはい。一箱は申し訳ない、流させてもらいます。これラスト回転です。実践終了、実践終了。これは僕の大好きな閉店くんのオマージュでございますということで、なんだろうね、
前半強くて後半弱いパターン、今回総投資たったの1500円、回収が約1700発、一発5ですね。勝ったは勝ったですけど、朝一発目のラッシュ引いた後もう1万発以上勝ってたわけで、それがね、なんで1000発ぐらいの勝ちで終わっちゃうかなっていう。ただよく考えてください、こういうプラマイゼロ付近をうろうろして、そこで7-8回に1回、もしくは10回に1回ぐらいうろ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 バンっていうのが今時のパチンコだと思うんすよ。波に乗っちゃえば3万発から5万発ぐらいまで、普通にとは言わないけど、まあまあ出る可能性はポテンシャル秘めてる台が大半なんでね。だからこういう日を前向きに捉えて、いつか来るであろう爆発デー、ビッグウェンズデー的なね、大波を掴む日がいつか来るんでね、必ず。なんか精神論じゃなくて、今日打った北斗はチョダマで打ってる限り絶対に出玉は減らないです、トータルすると。僕はそう思ってますんで、やっぱ苦手っす相変わらず。ということで今回はちょい勝ちで終わりました。もう何回も言いますけど、アイム J の神がかった死闘ございましたんで、もうそこで正直精魂突き果てました。次回以降あれ打っていいのかなって、次回はパーギャンパーギャンパーギャンっていうのを打ってもいいのかなとは正直思ってます。はい、以上沖ひかるでございました。えいえい。